のあれ8クラムとか結構吐き戻してますね。その吐き戻しはなんか求愛動作っぽいですね。ですか。まあ30分だね。3の時も、なぜか朝が3の時があるんです。夜の方が少なくなるから、でも夜の方が食べてないんですよ。そうなの、逆ですね。夜の方が食べてはいるんだけど、飲んでたし。ここが1日、あ、ここは合計ね、午前と午後で、はい。あ、じゃあまあ60前後ぐらいで、ね、そうですね。この色の薄いっていうのはさ、肝機能が悪くて胆汁の出が悪い子、黒い日はすごい黒いんですけど、ちょっと今日薄いです。薄い日もあるんですね。日もある、うん、って感じですね。ムーチの硬さ自体はいい感じですよね。はい、はい、ごめんね。全然緩いのがない日もある。体重は 32g、はい、その上の餌の溜まり具合がすごいね。 60% ぐらい入ってます。あ、本当ですか。触ってみます、うん、どうだね、ちょっと。あ、溜まってる。わかりますよね、はい、で6割ぐらいは入っていると思います、うん、ただ夜がもっと溜まりますけどね、普通。うーん、夜布かけちゃうから、うん、いやだから布かける前の段階が、うん、一番溜まってないと食べないじゃないですか、夜中。わかりました。はい、じゃあちょっと治療しますね。で、お薬さ、上手に飲めます？薬は飲めます。飲めます、はい、もう一種類ですか、その中に薬を足します。あ、はい、お願いします。じゃあ60の1分でちょっと持ってきてくれる？患者30に食べます。いいですよ、小松菜あげてもらって、うん、ブロッコリーとか人参とかあんまり他の野菜あげる。この新聞紙のうんちは捨てちゃいますね。あ、はい、お願いします。これ捨てちゃってください。すみません、もらって、はい、お願いします、はい、じゃあ胃とその繊維、筋胃とお腹、肝臓、この辺をちょっと当てさせてもらいますね。頑張ってけこちゃん。ごめんね。ごめんね。まあだから硬さもだけど色もちょっと注目してもらって、はい、あの例えば60個で出るうちの、うん、ね。30個ぐらいは色濃いけど、30個ぐらいは薄いとかね、そういうのもちょっと注目してもらってもいいですか。そうですね、はい、すいません、これ以上お願いします。